だから物珍しげに寄ってこられるけどなんかその一瞬の後うん、うん、私がすごい愛想が悪いからさあってはけてってみたいなそのえすごいなんかさなんかキラナの導入であるやそういうい <laughs> これもキラナか <laughs> あだからだから私大人とばっかりなんか交流してた気がする、ね、今思えば先生もそういう浮いてる生徒を気にかけてくれてたんだろうね多分確かにねなるほどね、うん、いや今思えば生徒会とかも協調性とかを生ませるために入れたのかな先生が。 ああなるほどねいや主人公主人公えーそうなんです、ね、めっちゃ主人公え結構悪悪くないそのさ転校、はあうん、繰り返してて、うん、みんな集まってくるけどちょっと愛想悪くてみたいなもうまんまえどっちかというとサブキャラな気するけどな <laughs> あけみほむらやん <laughs> ほむらちゃんなんだ私ほむらちゃんだったのかな <laughs> あけみほむらじゃんいやいいねなんかいやしかも忘れもしないですけど、うん、なんか私、うん 高学年の転校の時に骨折自した状態で転校してきててすごいキャラキャラ、うん、キャラとで相性も悪いしあの多分、まあ、<や>の小学生女子からしたらちょっとこ怖いみたいなので余計にないか人が低い、ね、みたいなそう綾波麗じゃ <laughs> アナザーみたいなさなんか <laughs> ええー、っていうのもああ今思えばでもでもそういう小学生でした その時中に併発してたらやばかったよ多分あそうかも私ってキャラじゃんになっちゃうからさ中に併発してたらその自覚症状があると結構言動とかすごい痛くなりそうだけど痛くなる言動を発揮する相手がいなかったのが幸いだったのかな <laughs> <laughs> もしかしたら <laughs>